こんにちは。初めまして。はじめまして。お願いします。お願いします。まずお名前伺ってもいいですか。お名前、はい。はい。東宗介です。よろしくお願いします。33ですね。4の年で、はい。見えないって言われますよね。まあでも最近は年相応って分かりは分かるんですけど、はい。東さん、前職は何になるんですか。はい、僕、前の職業が地元なんですけど、名古屋で政治家の秘書をやってたね。だちょっと頭おかしいからこうやってて頭おかしいんですか。それ政治家になる人じゃ頭おかしいんだよやっぱ。ネジが外れてないといけないです、ね。はい、でこの業界に来てもネジ1個2個3本ぐらい飛んでる人ばっかりじゃないです か。 だか基本やっぱ頭おかしい業界にしか入れないというか。男優さん、男優さんなんですか。なんかその男優さんって言われちゃうんですけど、はい、僕らは女性が見る AV に出ている人なんで。なるほど。また男優さんとはまたちょっと仕事がまた違うんですよ。あ、そうなんですね。僕らが前面に出る AV。 なるほど、うん、じゃあパッケージになる方ってことですね。そうですね。ああ、 A 面って言うんですよ。なんかしっかり商標登録してて、僕ら一応 A 面ってそのシルクラボっていうレベルからデビューしてるんですけど、はい、それ以外で A 面名乗っちゃダメなんですよ。はあ、なるほど。はい、じゃあ自己紹介するときは、はい、A 面の東宗介ですって。だからはって言われるんですけど、そもそも読めんとはって説明しなきゃいけないんですけど、職業聞かれた時そうですよね。はい、秘書だった東さんが、はい、なぜエロメンになること。あ、それは秘書の時にもちろんその先輩たち知ってて、はい、エロメンって存在知ってたんですよ。でただただ有名になりたいってだけで、はい、東京に出てきて、で仕事もないまま、はい、キャスティングオフィスかなんかに所属したんですよ、はい、映画とか出たんですよ、単館の、はいはい、でなんか監督に飛ばれちゃったりとかして、あら、はい、公開はされたんだけどギャラが 未払いとかあって、まあでもちゃんとした所属しないとなって思ってた時に、その所属事務所の社長とこの事務所の会長が知り合いで、お前青い空知ってるかって言われて、はい、あ、もうお世話になってます知ってますって言ってお会いしたのがここの会長と社長で、はい、でお前明日から所属なって言われてこの事務所に入ったんですよ。でそれは AV 女優さんばっかだけど、タレントとかそういう芸能のこともやっていきたいから、お前第1号で入れって言われて、最初本名でやってて、で1年ぐらい全く何にも仕事がないから、お前女性向け AV 知ってるって言われて、お、知ってます知ってます、見たことあります、あ、じゃあ面接行ってみようかって言って面接行ってっていう感じです。そこに抵抗は全くなかったんですか。そうですね、もちろん男だからやりたがりで、東京出てきてお金もないから、はい、でナンパとかもしたんですけど、結構性に飢えてて、だからもう本当に やれてお金もらえるみたいな簡単な、なるほど、やれてって言い方を、あのちょっと言い方悪い言い方でしたけど、はい、まあでもそのそうですよね、はいはい、最初の撮影ってどうでした。はい、いや覚えてますね。よく聞くのは、はい、カメラがこんないっぱい回ってて、はい、気持ちが入らないんじゃないっていうのはよく聞くし、はい、想像つくんですけど、はい、いろいろですね、お芝居のセリフも、はい、台本が前日とかに渡されるので、はい、まずそのセリフを覚えなきゃと。結構セリフはあるんですね。女優さんに聞くと、まあ、流れは決まってるけど、はい、セリフ中身の細かいセリフは合ってないようなもんっていう。だから多分監督によると思うんですけど、はい、僕らが撮ってくれてる監督は結構そのセリフでお願いしますっていう、その言葉をくださいっていう監督。じゃあよりお芝居的な。そうですね、はい、女優さんだったら、はい、なんか A カップ、なんか特徴ってあるじゃないですか、はいはい、そうですね、肩書きとかですよね、はい、エロメンの方のなんかそういうこれが武器みたいなのってその分かれるんですか。最初からそれをパッケージとしては出さないと思いますね。へー、はい、でもそれぞれキャラはあるじゃないですか、はい、例えば僕33で23の子もいて、僕が演じる役は結構サラリーマンとかそういう30ぐらいだけど、その23の子だったらちょっと弟系の役を演じたりとか、はい、そういうのはあるけど、なんかジャンル分けみたいなのはないですね、そこの中で。いろいろ今ちょっと聞いて、はい、まあ、違いはだいぶ分かったんですけど、はい、エロ面の職業は、はいはい、東さんにとって天職だと思いますか。あ、でも天職だとは思わないんですけど、僕はこう拾ってもらったというか選んでもらったからには仕事が来なくなるまでは続けたいなと。あとファンも減ったり増えたりとかしてゼロになるまでは続けたいな。だから本当に誰からも必要とされなくなった時が本当に辞める時というか、だから辞めることはないなと。なるほど。今好きな人いますか。好きな人、はい、もうリアルに恋してる。それ、あ、恋してる、はい、なんかそのさっき撮影したって言ったじゃないですか、その次の日ぐらいまではちょっと好きもあるんですよ。
なるほど。夜ぐらいで、その女優さんで、まあ、しおるみたいな。でそれでそのなんか聖書を出すとともにこう成仏させるじゃないけど、あ、そう、そう、だから昨日の夜まではその女優さんのことすごい好きでしたね。だけどそれでもう聖書出したんで好きじゃないというか、人としてはすごいいいけど、はい、もう考えてないというか。だから僕結構きっぱり、なんか結構好きになる人いるじゃないですか、まあ、やっちゃったり。それはでもそうですよね。だけどプライベートで好きな人って言われるとどうなんだろうな。そもそも人に出会わなくなったんで、一からこうなんかこう、え、じゃあ どう出会います、今。今みんなどうやって出会ってるんですか。まあ、でもよく聞くのはアプリ系、はい、アプリ、はいはい、職場の人とか、はいはい、まあ、東さんの場合職場って言っても事務所の方しかないから、ね、そうで、ここの方とも会うことほとんどないですからね、はい、撮影現場とかになっちゃうんで、だからなかなか恋できないですよね。恋はしたいですか。したいですね。学生時代のこととか考えると、あ、いいな、ああいうなんかこうなんかキュンキュンしてたのかなって、はい、もうなんかね、心がなんかね廃れちゃったというか、はい、うん、だからそれを月一の撮影でこう疑似恋愛みたいなことをして発散してるのかもしれないですね。こうなんかこう入り込んで、はいはい、あ、ちょっとあの今インタビューはほぼ一周してて、はい、あ、はいはいはい、東さんで最後なのかな、あと数名いるかもしれないんですけど、この後も何か何かいるそうですね、はい、でももう多分一回撮影してきて、撮影したことある方ばっかり。ああ、そうなんですね。企画の方もちょこちょこ撮っていまして、はいはいはい、ちょっとまたぜひ力を貸してください。あ、ぜひぜひ僕でよければ。はい、僕 NG ないんですよ。本当ですか。はい、まあ、食粉とかさすがにちょっときついですけどいや、そう YouTube でもいいです。そう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 、だからそう AV でもあんまり NG ないんで、はい、お父さんお母さんもテレビ出したことあるんで、はい、顔出し出し顔出しで。そう、お父さんお母さんがすごいんじゃないですか。でも僕も出たらっていう、僕も普通みんなここでそもそも言わないじゃないですか。そうですね、はい、本当ですか。はい、NG なしで、はい、ぜひお願いします。何か力を任せてください。ノットグッドで、はい、え、何ですか。 NG ってノットグッドなんで、はい、ありがとうございます。